やはり何といってもベアリングタクトについてお聞きしたいんですけれども、はい、彼の目標は現時点である程度決まっていたりするんですか？そうですね、一応金庫賞からっていうふうに話は聞いてます。金庫賞か、それこそジャパンカップでね戦った同じ三冠馬のコントレイルとはね、はい、これからも対戦する機会が何回かあると思うんですけど、はい、リベンジを果たす自信というか、その辺はいかがですかね？そうですね、前走、負けてはしまったんですけども、着差も、そこまであったわけではないですし、本当にタイミング一つで逆転できるんじゃないかなっていうふうには思いますので、なんとかそこは目指して頑張りたいなっていうふうに思いますね。どんなところが彼女の強みなんですかね？そうですね、すごいいい根性を持ってるところですかね。やっぱり根性って大事なんですね。そうですね、前走なんかでもやっぱり最後こう飲まれて家に持たれてから、そこから最後また盛り返してくれて、そこはすごいものを乗っててもすごいものを感じたなっていうふうに思いますし、その馬の底力といいますか根性っていうのをすごい感じましたね。あれはやっぱり普通の牝馬だったら3着には来れないような展開というか。そうですね、はい、4コーナー回っていくときにはもう馬なりで外の馬にこうかわされて、内に持たれてしまって、もう心が折れるところだと思うんですけど、そこからはもう一伸びしてくれたので、はい。いや、リアリングタクト楽しみにしてます、今年も。はい、ありがとうございます。